じゃあ、今月もよろしくお願いいたします。今日は2月の29日なんですが、北海道もすごい寒波が、吹き荒れているようなんですが、夏元は幸いにして、雪が舞った程度で、穏やかな、はい、一日でしたが、早速始めたいと思いますが、その前にちょっと4月号の説明をしたいと思います。はい、4月号の裏ページなんですが、当会では通信講座も特別に開いております。で、会所の急請求個展ですね、とか、それから、ずっと下に行くとペン字ですね、一番役立つペン字を通信で半年くらいのスパンで、指導しております。こんなことももし、勉強したいなという方がおりましたら、ぜひ、挑戦してみていただきたいと思います。内容はですね、はい、これは急請求の個展ですね。この、3シリーズまで今作ってあるんですが、2ですが、最初に急性、応用順についての話で、で、お手本と続いております。こんな感じ で、で6文字ですね。それから、だいたい実物よりもちょっと大きいんですが、小さい文字ですね。こういったもので勉強して毎月勉強して、で添削をして、また返して次のページに移ってもらうという形で勉強しております。1と3に関しては、これに蘭亭序ですね、扇師の蘭亭序も一緒に勉強できるようにつけております。それからですね、次ペン字なんですが、これはペン字も、初歩のですね、初級編、中級編、中級編が2つありまして、あと文章ですねというシリーズがありますが、まず初級編から始めていただきまして、学習の進め方で、いろいろな説明文がありまして、まず封筒の宛名書きとか、ですね、ひらがなですね。最初ひらがなが一番難しいんですが、こういったものですね、初歩の方はひらがなから入っていって、少しこう連綿ですねというのものに、入っていくように、無理のない程度の進め方で編集しております。こんなものも、もし勉強、これからペン字なんかもね、大事なものですので勉強したいと思う方は、裏ページに出てますので、申し込んでいただきたいと思います。最初ちょっとコマーシャルになってしまいましたが、役立つものですのでね、ぜひ、意欲がある方は挑戦してもらいたいと思います。はい、はい、今回はですね、なかなか品欲といいますか、余白のをこう多く取ってありますね。で、線もちょっと細身ですね。強さもあるんですが、ちょっと小ぶりに書いて品よく収めてありますね。
ただやっぱり会所というのは急性期の応用時もそうなんですが、転接とか起筆ですね、筆の入り方、そこらはやっぱりしっかり決めるべきところは決めて書くということですね。気をつけてください。これは逆筆に入ってます。逆筆に入ってます。で、強く入れてますね。この逆筆に入ると鋭い線になりますね。こういう部分が少し出ますね。これが出ることによって、この口というこれの、実際はそんなに大きくないんですが広がりが出てきます。だから少し軽く出してくらいの方がいいですね。これは上から切ってもいいんですが、下から突き上げても結構です。こういう感じですね。で、その反動で柔らかく入りますね。引っ張るですね、この点はですね、このままだとただの線、こう持ってきたらちょっと斜め下に引っ張ってあげる。そうすると広がり、伸びが出てきますね。そこら辺も一つのポイントだと思います。